増税地獄。まずはこちら、増税スケジュールの方を見てください。増税はこれからもどんどん続くのですかというふうに柏木由紀さんがね質問をしていて、森永先生がこのように回答しております。まず2023年から2026年以降までの増税スケジュールというのがこちらになるんですけれど、かなり厳しいですよね。今確かに物価高だったり、まあ、消費がどんどん減ってしまってとか、収入もね30年上がり、全く上がってない、変わっていないという状況の中で税金だけが増え続けているというのは非常に問題だと思います。なおかつ国民健康保険料とか国民年金、厚生年金とかね、いろんな言い方をしてるんですけれど、結局支払わなければいけないものっていうのは全て税金なんですよ。このようにいろんな言い方をしてごまかしてはいるけれど、そういったところがねどんどんめくれるようになってきています。ただどうすれば政治が変わるのかということを私はこの動画で言いたいわけではなくて、自分の身は自分で守らなければいけないということ、そしてその武器を手に入れるためにはどうすればいいのかということをこの動画で話していきたいと思います。またこちらのカレンダーでは2025年からそれ以降とね増税計画の方が書かれているんですけれど、同じくらいきついと言われているのがそれよりも先、約15、6年先の2040年とかの話になります。というのも2040年何の年かというと、第二次ベビーブームの人たちがちょうど65歳になる年なんですね。つまり65歳以上になった第二次ベビーブームの人たちを支え始めるタイミング、これが2040年というふうに言われております。また年金の支給条件もね対象年齢が引き上げられました。2040年になると社会保障給付費が190兆、つまり50兆円増えることになります。最高税収なのになぜ増税なのか。3年連続で最高税収という話を聞いたこともあると思うんですけれど、このタイミングでもさらに増税を続けます。普通このような状況で税金を取りまくった結果、これまで史上最高の税収を手に入れたと、さらにこれ以上税金を増やして一体政府は何に使うんだっていうところなんですけれど、少子化によって今後税収が増える見込みが薄いのに、高齢化でますます社会保険料がかかってしまいます、というような話が、今後取ることができない、今後増やすことができないということであれば、今のうちに取ってしまおうというような考え方だと思います。まあ何よりも1020兆円ぐらいもあるね国の借金を返していかないといけない、このような発言をしております。ただ、まあねほとんどめくれてるというか、この政府の嘘に気づき始めてる人も多いと思うんですけど、国の借金は国民の借金では一切ありません。また少子化が進んでいるのは、これだけね税金が増えてしまったりだとか所得が下がってしまっているという状況もあります。なので少子化対策ということであれば、税金を下げたりとか国民の生活の負担を少しでも和らげるというのが普通の政策なんですけれど、岸田政権の場合は全く真逆のやり方をしているということですね。弱い者いじめ大国日本。例えばアメリカの話で言えば、上位 1% の所得階層が国民所得のおよそ 20% を占めているという話があります。ただこの国の場合であれば、所得が1億円を超えるあたりから所得税の負担率が軽くなり、金持ち優遇との指摘があります。まあ、いわゆる1億円の壁についての話なんですけれど、所得が1億円を超えてくると税制の実質負担率が 20% ぐらいなんですね。ではなぜ1億円とか持っている人たちの方が税金が安いのかというふうに言いますと、それはですね、年収1億を給与で稼いでいるわけではないからです。年収1億円を会社からもらっている人なんていうのはほとんどいないと思います。なのでまず給与などに対する所得税というのは累進課税制度っていうのが適用されています。つまり給料が高くなればなるほど、税金も高くなるよという話です。しかし株式であったりとか土地の売却益などは別の税率で課税しているんですね。なのでそういった売却益だとか配当収入が多い所得者、年収1億もある人っていうのはほとんどがこういった配当収入とか売却益で儲けている人だと思います。そういった人たちっていうのは全体での税の負担率が下がる傾向にあるということです。今稼ごう。まあ、ここまでね税金の話であるとか日本の現実ネガティブな要素の話ばかりになってしまったと思うんですけれど、私が言いたいのはこの機会に稼ぐしかないということです。保険だとか保証も何もかもないというふうに言われた時に、まだ日本人としての魂があるなら自分たちで何か始めてみましょう。税金のことを勉強して知って、将来的にこういうことが起きるんだったら2040年までにはこういう状態に自分がいたらいいなと考えてもらうために私は発信をしています。2040年まであと17年もあります。65歳、70歳から普通に暮らしていけるまでどれくらいのお金があればいいのかなだとか、これくらい残ったらいいなとか、今年中にはこれくらいお金を作りたいなとかっていうふうに計画を立てるための資料などを作ってみてください。今の日本や政治というものは確かに腐っています。ただ腐ってはいるけれど、自分たち個人が腐る必要というものは一切ないと思うんです。ネガティブに受け止めるような話ではなく、しっかりと前向きにポジティブに受け止めて、これから自分がどうすればいいのかということをしっかりと考えていってほしいです。そこで今回の動画では、今この増税地獄日本で初心者が稼げる投資についていくつか紹介をしていきたいと思います。それでは本編に入る前に一つお知らせです。投資家村松の LINE アットができました。概要欄に友達追加リンク貼っておきますので、そちらからぜひ友達追加よろしくお願いします。
また今回の動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。ポケカ投資、ポケカ投資は儲かる。ポケカ投資と聞いてもわからない方多いと思うんですけれど、ポケカっていうか、まあ、ポケモンカードというものがですね、今めちゃくちゃ流行っているようで、近所のブックオフでね、リサーチの方をしてみると、1個50万円のカード、こちら 50% オフとかになっちゃってますけど、20万弱とかでね、売られていたんですよ。ただのカード1枚が20万弱ですよ。信じられないですよね。また、1枚158円とか160円ぐらいのね、パックが、こちら価格1万2000円とかで売られています。まあ、これぐらいね、儲かると言われているのが、今話題のポケモンカードの投資なんですけれど、いやいや、ポケカ投資ってただの転売じゃないかというイメージもあるかなと思います。もちろんね、ポケモンカードを買ってそれを高く売るわけですから、これはもうただの転売です。ただ、転売のイメージというと、やっぱりそのリスクがあるかなというふうに思うんですけど、リスクっていうのが、まあ、その商品を仕入れても売れなかったりとかするようなリスクだったりとか、その商品が偽物なんじゃないかとか、まあ、実際はめちゃくちゃ価値がなかったよねみたいな風に、目利きが重要であったりとか、そもそもその商品を手に入らないからこそ高くなっているのであって、商品を手に入れるのが困難だとか、こういったまあリスクというものが思い浮かぶと思うんですけど、ポケモンカードの場合であれば、まあ私もね、そこまで詳しいわけではないですけれど、そこまでリスクが高くないと思うんですよ。まず商品を仕入れるのにリスクが発生するというふうに言いますけど、別に物理的に家の中で物置みたいな風にね、場所を取るわけでもないですし、商品を仕入れた時点でほぼ確で、売れるということなので、そこまで難しいものではないと思います。また商品の目利きが重要というふうに言ってますけど、ポケモンカード1枚に関しては158円ぐらいです。で、また、こちらに関してはね、行列に並べばほぼ確実に手に入るということらしいです。なので、商品を手に入れるのが困難というような点も、省けるかなというふうに思います。なので、まあ、購入した時点でほぼほぼ必勝確実かなと私の中では思ってるんですけど、まあ実際ね、しっかりとリサーチをした上で、どのポケモンカードのパックが高いのかとか、この封をね、開けてレアが当たったらそれを売ればいいと思うんですけど、そもそもそのレアじゃなくてね、外れだった場合であれば、封をね、閉じたまんまで売った方がいいと思います。まあそういった部分についてもね、しっかりとこちら興味のある方は、リサーチをした上で、試してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。ロレックスマラソン、腕時計投資と言われるやつですね。まあその腕時計投資の中でも一番有名なのがこのロレックスマラソンっていうやつです。まあやり方としては、まず正規店で入手困難なモデルを手に入れましょう。そして買ってすぐ売却してもいいですし、実際にね、腕時計、それだけね、価値のあるものだし、ロレックス欲しい人もいるというくらいで、まあ私は別にその腕時計全く興味ないんですけど、ロレックスをしっかりとまあ買って、そしてまあ使ってね、何年か愛着が湧いて、その時に、たまたま値上がりしていたら、その時に売ればいいとかっていうような話もあります。まあなので、買ってすぐ売却っていうことでもいいですし、しっかりと使った上で将来、あわよくば価値が上がっていれば売る。このまあ2択があると思うんですけど、先ほどのポケカ投資と違うのは、まあ似ているようで違うのは、手に入れるのがめちゃくちゃ難しいという点ですね。ただまあ、ポケカ投資の場合であれば、その150円とかが1万になったりだとか、たまたま入っていたカードがね、20万になったりだとかっていうような、まあそういった小規模な世界なんですけど、ロレックス投資の場合であればね、後ほど解説しますが、何百万というような利益が出てしまうわけですよ。ただ問題としては、手に入れるのに費やすのに時間がかかるということです。では、ロレックスマラソンの時給というものをね、シミュレーションしていきましょう。まず、デイトナの中古相場というのは、現在427万円だそうです。で、まあ、定価としてはおよそ170万円前後で買えるということなので、中古相場対定価の差としては270万円ということです。で、まあ、この270万円の利益のために、ロレックスマラソンをね、したとします。1日2時間、かけて、銀座の周りをね、ロレックスマラソンしたとしましょう。そして、半年かけて手に入れた場合であれば、1日2時間かける180日で、まあ、時給としては7500円、1日2時間で1年かけてやっと手に入れた場合であれば時給としては3750円というふうになります。まあ、ここだけをね見てみると、確かにちょっとまあ時給としてはちょっとお得なのかなというふうにも思ってしまうと思いますが、それでもね手に入らない場合というものもありますし、そもそもの定価が175万円ということなので、まあ、参入障壁の高さなどもあるので、まあ、やる価値はないかなというふうに思います。まあ、それをやるくらいだったら、ポケモンカード投資の方がいいかなというふうに思います。スポーツくじ、スポーツくじは儲かるのか。まあ、気軽にサッカーであったりとかバスケの試合を予想してお金をかけられるギャンブルがこのスポーツくじです。まあ、スポーツくじの一番のまあメリットとしては税金がゼロという点ですね。まあ、競馬、競輪、ボートレースなどのギャンブルであれば年間で50万を超える利益がある場合であれば確定申告の必要があります。こちらにね1億当選時の還元率というものを書いたんですけれど、当選金率から、還元率を引いて実行還元率というところを見てみると、まあ、公営競技ね、競馬、競輪、オートレースとかの方が高いんですけど、まあ、所得税とかもね、引かれた上での還元率が 58%。その中でも、サッカー口とかの場合であれば、税金がゼロですので、実質還元率としては 49.6% で、まあ、宝くじよりは少し高いという話になります。
ではまあぶっちゃけスポーツくじは儲かるのか儲からないのかで言えば儲からないと思います。というのも試合の予想をね自分でできないというようなくじもあります。まあ、こちらはビッグのくじの当選率と最高金額というものを載せているんですけれど、他にも TOTO だったりとかウィナーというものがあるそうです。まあこちらをねスポーツくじ儲からないというのは当たり前だと思います。というのもあくまでもこれはギャンブルで宝くじなのでそもそも投資ではないです。ただまあ今回ね紹介したのには理由があって、100円とか200円ぐらいでねスポーツくじを買った人がうん千万というような金額を当てて人生変わったみたいな記事を見たので、まあそれを踏まえた上でまあ結構興味ある人多いのかなということでね、この間のワールドカップとかもあって、まあ、サッカーとかに興味を示した方も多いと思います。なので、まあ、宝くじよりかは当選確率が高いんじゃないかなということで、まあ、スポーツくじの方を紹介しましたが、あくまでもこれはギャンブルです。まあ、投資というふうには表現できないと思いますので、まあ、やる価値はないと思います。バイナリーオプション。バイナリーオプションで稼ぐのはどうなのっていう話なんですけど、これはですね、ぶっちゃけめちゃめちゃ簡単だと思います。というのも、バイナリーで安定して勝つためには、2つのことを守るだけでいいです。それが、司法の確率とルールを準拠するということです。つまり100人中ですよ、1人でも結果を出した人がいれば残りの99人は1人の真似をしたらいいだけです。ただ再現性ないんじゃというような意見もあると思いますが、こういう時はこうしろ、こうなったらこうしろというようなトレードをしている上でぶち当たりそうな課題をですね先に潰してしまっています。100人中たとえ 1% しか稼げない人が出てしまったとしても、その 1% の真似を99人が真似するだけでいいので、ただその中でもルールを破ってしまったりとかすればもちろん再現性は失われてしまいますが、しっかりと真似をすることができれば再現性というものはあるかなと思います。努力よりもセンスとかが重要なんじゃないか。複雑な分析というものはバイナリーオプションでは全く必要としません。自転車を漕ぐようにまずは安全確認をしますよね。そして信号が赤か青かを見極めます。そしてペダルを漕いで危ない時には止まればいいだけ。これとバイナリーオプション非常に似ていると思っていて、じゃあここでサインが出ましたチャンスだというふうに思ってすぐにエントリーしたりとか飛び込むわけではなく、チャンスだと思ってもまずは相場を疑うことをします。しっかりと疑った上でこれは本当に大丈夫なのか、トレードしていいのかどうかということをしっかりと分析をした上で、やっとエントリーをするということをすれば、1回1回のエントリーの中でリスクというものは最小限に抑えることができます。またそこに必要な分析というものも全く複雑ではありません。しっかりと分析方法ね一回慣れてしまえば、それをただやってしまうだけの単純作業であると思いますので、バイナリーオプションで分析とかは必要でもありませんし、努力というよりもセンスというかということを努力よりもセンスが必要ということも一切ありません。頑張ったけどダメだった、こういう話よく聞きます。バイナリーオプションの勉強を始めたけどダメだったというような残念な意見、これはですね私が思うのは 100% 指導者の責任だと思ってるんですよ。なぜなら頑張ることだけで結果はついてこないからです。しっかりとロードマップに沿った上で段階的に学ぶこと、ここでしか成果というものは生まれません。なのでバイナリーオプションでこれから学びたいということであれば、まずは自分でやってみるということではなくて、しっかりとした指導者をね探すようにしてください。そして指導者にしっかりとついていって、そしてその指導者がどのようなやり方であなたを稼がせてくれるのかどうかということを見極めるようにしましょう。それでは以上で本日の動画の方終わりたいと思いますが、今後ね税金とかでどんどん国民の生活、あなたの生活というものはどんどん苦しくなっていくと思います。ただそんなネガティブな要素だけに目を向けているのではなくて、将来自分がどうしたいのかどうなりたいのかということをしっかりと考えた上で今できる最善の行動というものをしてみましょう。それでは本日の動画の方終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。